では、このままいっちゃいましょう。ゆんまま様ありがとうございます。ハニューくんと共演をされた方、本当にみな、はにゅうくんが大好きになりますね。でつこさんも可愛いとか純粋、素直って感想言われていましたよ。ところで、ゆずりストとっていう言葉は昔聞いたことありますが、今はファンニューって皆さん言いますよね。ファンとハニューをかけているのかな。あの、ファンニューさんの僕、動画を見ますよ。えー、時々見るんですが、あの方もファンニューっておっしゃってますよね。ファンとハニューをかけているのかな。まあ、呼び方はどうでもいいんです けどね私もファン歴浅いもんで、私がファンになった時は、すでに、ファン入が知りだったんで、慣れなくて、あ、本当ですかファン入のはいいですね。えー、ファン入っていう言葉はなんか可愛いですね。<laughs> うん。ねあの、そうだ、えー、羽生、あ、羽生九段ですかね。羽生九段の奥様も確か大ファンでしたね。よくツイートを見かけます。あ、ねえ同じ漢字、えー、羽生というね、えー、同じ漢字のつながりで、確かに羽生さんの奥さんも大ファンっていう話があった気がしますね。 なんか以前ね、ね奥さんもすごくいい方で、なんかこういう方だったらいいなっていう話もなんかちょっとあった気がしますね。うん、えー ハニープーさん、よろしくお願いします。アイスリンク仙台の一般営業を中止の件ですが、一般営業のみならず、選手たちの練習に影響が出ることにはなっていけないからと、羽生ファンの間で早速、アイリンへの寄付活動が始まっています。あ、寄付活動が始まってるらしいですよ。え青い炎シリーズの羽生選手の印税がすべてアイリンに寄付されるんで、保存用のにえ追加で購入したり、アイリングッズを購入したりもしているようです。早いですね。 うん、すごい行動が早い。また、それ以外にも寄付をする方法を考えているファンも、ちらほら見受けられます。えー、誰かからお願いをされたわけでもなく、各自でえ何かお役に立てることはないかと、リンクやスケーターへの惜しみないえ支援活動をえする。私は羽生ファンのこういうところが大好きです。素晴らしいですね。え、はい。えー、これでも、最近まだ、あの、アイリンのリンクってな、あのそういうふうに課金休業になったのって最近ですよね。それからかなり行動が早いですね。 素晴らしいと思いますようん。はい、えーとみかんさんでしょうかね。よろしくお願いします。えー、かぶくんこんにちはえー、久しぶりにコメントします。いつも配信をしてくれてありがとうございます。えー、皆さんのいろんな情報が株券を通して拝聴できて。 ありがたいですアイスアスアイス。アイリンステート場がですね、一時閉鎖になるなんて、羽生選手はとても心配です。私は九州人なので、え家庭の事情もあって、遠くまでアイスショーは見,え見に行けないので、ライブビューイングで楽しんでいます。いつか羽生選手は九州にも来てくれることを願って、五百円玉貯金をしています。うん。もう結構溜まっちゃってるんで、早く来てほしいなと願っています。五百円玉貯金。え、これって、あの、プーさんの貯金箱でしょうかね。 楽しみです。羽生選手待ってますよ。あのプーさんの時にもこうやってありましたよね。あの確かね。あった気がしますね。壊さなくとも良かった気がしますね。これねうん。 でそう、九州がね、羽生さん呼んでます。九州に本当、ファンの方多いですから、うん。ぜひ九州に行ってほしいんですが、その前に、アイリングのリンク。あの、一時閉鎖にはなるんですが、これね、夏の間だけで、しかも、あの、一般営業はダメらしいですね。うんあ。一般営業が中止なので、羽生選手は練習できるんじゃないでしょうかね。多分夜の,あの一般にはやんないけどということなんで、うん。ただ、あの、交流リンクは、つまり維持してるということなんで、だったら一般営業も入れてあげた方が、 あのお客さんいっぱい来ると思うんで、だから、あのー、なんでだろうって僕は感じます。やっぱりこう、照明とかなんでしょうかね。うーん。で、あのー、でも、せっかくこう、維持したり、製氷とかも書けるんだから、営業した方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。あの、そこら辺のビジネス形態がどうなってるのか。でも、アイリンのリンクですら、そうなってる、あの、お金が大変ということなんで、ほんね、もうちょっとこう、なんか、羽生さんのリンク、 結構試練が来るなっていう気はしますね。うーん、もうちょっとお金集まって。 作るものかなと思ってましたんで意外な気がしましたねすごく意外でした今回、うんえー、桜子さんどうもですおはようございますアイリンの件心配ですね、えー、ツイッターでもファンの皆様が自分たちにできることがないかと話題になっています私も少しでも力になればとアイリンのあラインスタンプ購入と、えー、印税がアイリンに寄付される青い炎を追加しまあ追加購入しましたということですねうん、ねえということなんで皆さんあのー、すごいですね 優しい気持ちがね、届いてね、あの、うん、いけばいいなと思うんですけども、うん。ねえ、そして、えー、みー i s さん、よろしくお願いします。カムさん、こんにちは。いつも拝見しています。初コメントです。えー、ここでのフィギュア情報、本当に早いんで、えー、常にチェックさせていただいています。えー、ギフトとクランプの、えー、とのコラボグッズ販売の件も、すでに上がっていて、恐れ入りました。あ あり,がとうあ,りありがとうございます。皆さん、かなり情報早いですからね。うん、もう次から次、情報来ますのでね,、うんねはい。これからもよろしくお願いします。 はい、そして 195T さんよろしくお願いします。アイリンの電気代コートのために一般営業中止気になりますね。うん。一般であるからそれ以外を継続っていうこと。僕もね、そういうふうに認識してるんですよ。一般の、だから特別営業 OK っていうことですかね。ならいいけど、電気代って交流を払うのが一番かかりそうと思うんだけど、そういうことではない。そう、同じことを考えました。えっとね、一般営業、じゃて特別営業、つまり羽生くんが練習できるようにあるって で,できるってことは、えー、交流リンクあると思うんですよね。当たり前ですよね。だから、えー、だったら一般以上やもうやった方がいい気がするんですよ。うん、だってお金がそれ入ってくると思うし、アイリンのリンクで、ね、みんな行きたいっていう人いっぱいいますよね。あの多分、羽生選手がこれで練習してんだって、あ羽生君がタッチした氷を触りたいっていう一般の方がいっぱいいると思うんですよね。で夏だし暑いし、氷に行くが行くっていう人いると思うんで、一般以上あの解放した方がお金的に入ってくる気がするんですけどね。そこら辺のからくりは ちょっと分かんないですね、僕はね。うん。ねえ、だって、あの、電気代が上がったからダメって、じゃあリンクを全部閉鎖するんだったら分かるんですが、特別営業は OK だと、まあの、羽生くんが練習できるように OK だったら氷があるわけなんで、だったら営業をいっぱいで OK にすればいいなっていう気がします。ちょっと不思議な気がしますけどね。なんか,からくりがあるのかな。うん。あれ、人、人、人、あれ、あの、人件作品ですかね。うん。そこら辺が読めてこきますよね。はい。 非常に不思議な気がしますよ。うん。えー、さらかやさん、こんにちは。一般営業期間中も、スケート教室などは開催との、あ、開催とのことですね。とはいえ、これは心配な話。えっ、ー、と、スケート教室とかは開催できるみたいですよ。うん。ってことは、子供たちは、未来の子供たちは、えー、大丈夫みたいですね。うん。そういうことみたいです。えっ、ー、と、スケート教室は OK ということですね。で,でも、一般営業もね、だったら OK にしてもいいのになっていう気はするんですけどね。うん。 はい、えー、ドリーさん、よろしくお願いします。株組み皆様、こんにちは。おとといは、もやもやのぶやきをしてしまって、すみませんでした。あとみよこさん、私こそ誤解を招くあ間の書き方をしてごめんなさい。私にも カ部さんにも、3週間前の例の方の方でしたということですね。えー、あ、もう一度、えー、コメントを遡って読み返し、いろんな思いをされていらっしゃる様子の中で、生還して見ないふうにスルーでとなっていたんだと思い出し、思い返しですね。今更、そして読み返しをせずコメントをしてしまったことを恥ずかしく思いました。嫌な思いをさせてしまった方もいらしたら、本当にごめんなさいという。これで、結局ね、あの、ね、誰だったか気になっちゃったんですけども、まあ、大丈夫でしょうかね。うん。 で、えっ、ー、と、ちょっと心配ではあるんですけども、うん。はい。 ようさんよろしくお願いします。かむくん、こんにちは。えー、桜子さんもお話しされていましたが、仙台のリンクでは、えー、ショップ代わり、ファンの皆さんが LINE スタンプや、えー、グッズの購入をしてバックアップをしようとの動きがあるようですね。うん。手袋は売り切れでしたと。私はとりあえず3を購入して、グッズはレターセットとかあるので、ゆっくり見て購入をします。愛称で、ついでに訪問をする方には入れないので、ご注意くださいということですよ。うん。とのことでした。とりあえず、羽生結弦くんは練習できそうですね。 とりあえず、ラブ置いてからのセバネー、の、背骨ね、あどうもです。うん。ねあの、家計営業中止って財政的な問題だけじゃなくて、何か準備するんでしょうかね、うん、なんかあの、えー、何かやるのかな、そこら辺が気になりますね。あの ちなみに、アイリードリンクのか一般営業の時って、お客さんどれくらいいるんですかね羽生ファンとかやっぱり行きますよねあの。羽生選手が触っているリンクに行きたいっていう方がいると思うんで、一般営業で、あの一般のお客さん普通に来てると思うんですけども、一般のお客さんあんま来ないんでしょうかね。うん、これ、皆さん、アイリードリンク行ったことある人いませんかあの一,般一般で滑った方とか遊んだりとか遊び,遊びに行ったりとかね、うん。そういったところはちょっとわかんないんで、 知ってる方いたらちょっとコメントしていただけると嬉しいんですけども、いまいちちょっとなんで一般営業を閉まっちゃうのかなっていうところはちょっと首をかしげますね、僕はね。うん。でも、草刈さん曰わく、えー、教室は OK らしいですよ。で、この子供たちに関しては大丈夫っていうことかな。ねうん。まあ、貸し切り練習とかも OK なんで、つまり子供たちに関しては、まあ、あの平気なんですが、遊びに行くっていうことはできなかったかな。 うん、えゆめさんんんよろししくお願いしますカブ君こんにちはアイリンのことはショックでした。新潟にも通年のアイスリンクはありますが、同じ感じになっていないかなと、うん。作るのに22億円あ、22億維持費って1年いくらかかってしまういるんだろうかと、ね。アイリンは個人的な寄付は受け付けないということで。あ 個人的な寄付は受け付けないというなっているらしいですよ。でも私たちは、何ができるかアイリンドグッズを買ったり、スタンプや本を買ったりして、その印税が少しでも役に立つと思います。私は青い方のインストにはまだ読んでいないんで購入しようと思っています。ビ、え、ビ、ー、たることですが、少しでも役に立つと思いますと、うん。本当にオリンピック金メダリストを2人出したアイスリングが一時的な家、 とはいえ、一般医療はできないなんて、うん、本当ですよね。俳優選手がいるリンクでもそうなっちゃったらちょっと疑問ですね。中にはアイスリンクに不自由にしないで、いつも優先的に使える方もいるのにと思います。ということですね。一般医療に人があんまり来てないっていうことですかね。あの、ちなみに、船内アイに行くとアクセスってどんな感じでしょうか。電車でも行けますかね。電車とか、まあ、あの結構行きやすいんですかね。 あの例えば、これからできる東京立川立の魔王リンクは、えー、中央線から一本で、新宿からもすぐ簡単に行けるんですよ。それもって人がいるし、仙台の人口というか、結構やっぱそういったとこなんで、も人口いると思うんですよね。だからそんなに一般営業は苦しくなるっていうことはない気はしたんですけども、これはからくりがわかんない。全然わかんない。一般営業を入れた方がお金儲かると思うんで、うん。やっぱ照明とかでしょうかね。うん。ちょっとわかんないですね。うん。 なんか何かしらで対策ができると思うんですけどね。うん。はい。製氷とかかな製氷も結構ど、どうなんですかね製氷も特別営業 OK だったら別に一般営業もそんな変わらないと思うんで、うん、だったら一般営業のお金を少し上げるとか無理なのかなうん。難しいですね。これからいろんなリンクは、マオリンクできたりするので、大丈夫なんでしょうかねうん。ちょっと心配ではありますよ。はい。